水古伝水古伝108世一覧表、林中林沖は中国の小説で読んだ駅書の一つである水古伝の登場人物、林京都とも呼ばれる。あだ名は表紙と天ま夕星の生まれ変わりで、序列は両山泊第6位の交換。あだ名は標古頭で、標のような顔という意味。これは三国支援儀における長飛の要望。 表頭岩ツバメガントラヒゲと同一の描写がなされており、獲物が蛇房であることから長飛をなぞらえているとされるが、狂劇や近年の挿絵、連環画などでは、悲劇性を強調するため線の細い美男子として描かれることが多い。これは、水古伝とは別に成立した臨中宝剣記という戯曲の設定を引き継いだものと考えられている。登場時34、5歳。 奏棒を得意とし武芸の腕は、両残白の中でも屈指。真面目な性格だが、上司や親友に裏切られ、関係によって命を狙われたことが、正確に影を落とし、罪人となってからは酒を売らない百姓に怒って、槍を振り回すなど粗暴な一面も見受けられる。また、愛妻家でもある。義形帝は、路地神水庫殿序盤の連続する交換説話の三番目に登場し、 その悲劇的な境遇から人気が高い。日本のテレビドラマ、水古伝では彼を主役として物語が構成されている。首都開封で金軍の教頭として妻と暮らしていたが、その妻を上司である高級の養子、甲賀内に横連母されてしまう。甲賀内は、林中の親友、陸健らの協力を得て、夫人に迫るが、毎、まあ、一発のところで林中に見破られ、未遂に終わった。 しかし、それを知った高級により罠にはめられ、葬集へ流罪となった。護送中に高級の命を受けた炭鉱の節派と盗聴に命を狙われるが、露地ンにより助けられる。流刑先では、最新の世話になり、最新の触覚の公共党が臨中と血統を申し渡したために、これに打ち勝った。その後は、 ロ地シと別れて、最新の手紙を、総集の老奉行に渡して刑に服していたが、開封から命を狙ってきた、高級配下の旧友の陸剣、富安と宮司と臨中暗殺の依頼を受けた、老奉行、老役人等らを帰り討ちにしたため逃亡する。最新の仲介で両山泊へ身を寄せることにする。臨中の実力を恐れた首領の王林から入山を、断られそうになるが、 そうマンラの取りなしで、3日以内に旅人を殺し、金目のものを奪うという入山条件を提示され、3日目に現れた幼子と打ち合うが、決着はつかなかった。王林は幼子を引き込み、林中と競わせれば、自分の地位は安泰のまま山歳の戦力が強化、されると目論み、幼子に入山を進めるが断られたため、しぶしぶ林中のみが入山を認められた。 その後、両残白へ、長外らが逃れてきた際に、王林はやはり自分の地位保全のために入山を絞る。林中は王林がわずかな手切れ金で、長外らを追い払おうとするため激怒、これを切り殺し、長外を新たな狩猟とした。なおこの時、林中は夫人を救出し山へ迎えようとするが、夫人は、甲賀内に縁組を迫られ続け、耐え切れずに自害した後であった。 これを知った林中は涙を流して悲しんだ。両山白軍では、序盤は、軍の主力として、活躍、宿火僧との戦いでは、除血、古三城に、格の違いを見せつけこれを捕獲。続く高頭州戦では、敵の先方を正しを瞬殺した。しかし後宴尺との戦いでは流れ屋に当たって、重傷を追いしばらく戦線を離れた。 障害死後から108世終結までの戦いには、東らしとの再戦を除いてすべて参加、活躍する。108世終結後は、騎兵後故障の一人として、官軍との戦いでも活躍。朝廷の基準には当然絶対反対を唱え、捕虜となった高級を殺害する後期を狙い続けていたが、結局両残白は朝廷に基準した。 しかしその後も以前と同じように働き続け、多くの敵将を倒したが、法浪討伐後外戦途中に駐屯した六和寺で、中部にかかり倒れ、竹松と共に六和寺に留まり療養したが、半年後に死去した。林中は、水古伝物語成立の中で、比較的遅く登場した人物である。総松元初の秀密が記した、鬼神雑記に引く京清し与えの、 総合36人参では、名前がまだ見えない。時代が下り、水古伝の原型となった、説話集、大創戦は維持で13位に、名前が載っている。現行、水古伝での臨中が活躍する第8回から12回に、かけての用事や認証代名詞の使用法は、その前後とかなり異なっており、臨中及びその説話が、水古伝成立の後期段階で挿入されたことが、 伺える。京都府立大学の小松健は、おそらくそれは、臨中封建期であったろうとする。ありがとうございます。